しいお寿司ならいくらでも食べられそうです。今のところ何皿くらい食べたのかですか？先生は今まで食べたお寿司の数を覚えているのですか？なんて。だいたい100皿ぐらいでしょうか。でも普段に比べたらだいぶ抑えている方ですよ。まだ私のお腹は半分も満たされていませんから。これ以上食べて本当にいいんですか？先ほどから先生の額に冷や汗が流れてません？あ、この金のお皿に乗ったお寿司、きっと美味しいんでしょうね。先生、これ食べてもいいですか？この一皿1000円するお寿司、食べちゃいますよ。